Hello Screen。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。2017年ね、ということで、はい、ビーム本店さん、はい、一度来させてもらったことがありまして、勝っちゃ負けたんだ、ゴッド引いて負けたかい。そうだ、今日あれですか、はい、打ち始めですか。打ち始めて もちろんです。はい、本当だったら休みたかったですもん。すいません、それはそうでしょう。まだもうプレステ4買ったから。いや、そうですね。ドラ息子とも今オンラインで一緒に三国無双やってる。元旦の明け方3時ぐらいですかね、やってたの。やってた、呂布倒そうぜって。なんで呂布倒そうぜって。まあでもね、来たからには勝てば全てですから。そうですね、はい、僕初詣も行ってないですからね。だから、まあ、神様呼んじゃえばいいんじゃない。そうですね、まあ、ここで詣で初詣すれば。そうそうそう。こっちから行く必要ないよ、一発目ですから年始。で、僕もやっぱ楽しく打ちたいので、何より連勝はかかってますからね。今3連勝ですよ。でもこれ連勝には意味はないですもんね。まあまだちょっと意味は持たせてないですけども。でもあれ俺ポイント使ったよね。使いました。今2839ポイントです、残り。はい、前回 何使ったんでしたっけ。鍋ですね、お食事。おそれいつ。あ、もうほんと今月、今日じゃなくて。今日じゃないですね。じゃあいきますか。お願いします。2017年一発目、これを見ている皆様、私ドラ息子みんな、幸せになれるように健康を祈りまして行かせていただきます。ガッアベーション。じゃあ行きましょう。さあ新年一発目、2017年。ああ、いいですね。あ、ひならですね。いやでもね、三が日ってやっぱなかなかパチスローには設定入んないって言われてますけど、はい、いやなんだかんだ若干の期待は込めてますよ私。そうですね、はあ、です言っても12台かな、ここお店ありますし。探しますか。いや探すのはもうちょっといいわ。正月だし。なあ、思い出したこの店ね。はい、バーサスで鬼やられたとこだ。鬼やられたってことないけど、好きな大と、はい、確率のいい、はい、どっちが出るか俺がここで立証しますから。愛が勝つっていう。愛とかマジくだらねえから、パチスロに大事なのは設定だよ。ちょっと守ろうと思ってバーサス打ったらがっつり値段守ってからた時はね。そうです、そうです。愛がどうのこうのっておっしゃってて、そう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 、愛について語ってたね、はい、結婚もしたことねえ男が。確かに。400いきましたね。ここで分かりますね。ただ来ないで終わることもありますからね。そうです、煽りが。なんだ15なんだ、行ってほしいな、いるならね。もう落ちたね、ちょっとなさそうですね。もうめっちゃ遅れた、めっちゃ遅れた。あ、
もう消えるよ。あります、消すよ俺。消しましょう。いくよ、はい。ゼロじゃないですよ。なくはないよ。モード別良くなさそうでしょ。はい、盛り上がったよ。よっ、当てましょう。当てる？当てましょう。もうこれはもう継続をあれしましょう。そうですね、はい、お素晴らしい。あ、初めての。うわ、かっこいいっすよ今のダンスの押し方。え、かっこよかった。はい、ちょっとかっこよかったですか。いや、もうなんか新年だから大人になったんですよ。そうです、新年大人。837ゲーム、はい、29ツッコミですね、はい、まあまあこっからですよ、すべては。いきましょうか。はい、お願いします。一発目何が来るか。2017年、いきましょう。顔が出てきた。やっぱ違いますよ。違いますね。さあ、これはチャンスですよ。行きましょう。さあ行こう。指をピンとしたと叩く。よし、よし。あ、いいっすね。でも良かったね、一、まあ、回。そうですね、ちょっとやばい匂いはしましたよね。一瞬そうですね、はい、はい、まあ、問題はここからこの100ゲームで。いや、チャンスだったんですけどね。はい、来い。ここで乗ればいい。いや、いいよいいよ。あ、いいよ。あの、これか。ダメか。デジャブ。来い。ないか。よっしゃ、来た。これはデジャブルでしょ。いただきました。さらに。回っちゃえ、回っちゃえ。積み重ねてますね。こういう積み重ねが大事ってことかもしれないですよ。今年はですね。積み重ねはいつも大事な気がしますけど。そうですね。確かに。はい。450枚ですね。まあ約。もう1500枚と考えたら1000枚か。あと1000枚ですね。何にも起きないですね、この台。どうしましょうね。難しいですね。ね、これはなかなか。いや、外の空気を、冷たい風を浴びて意識がはっきりしたんですけど、はい、ちょっとやっぱ俺が失礼でしたね。新年早々失礼。神を呼べばいいんだよっていう考えが良くない。そうですね、それ何も起きないわ。気持ちを改めてきます、やっぱり日本人だから。そうですね、来ちゃいました。神様に来いっていうのはちょっとあれですわ、忙しいっすもん、三が日。そうです、俺から行きました。ちょっと行ってきます。機材集合。お守り買ってきましたんで。来ました、伝説のお守り。うん、伝説かどうか知らんけど。あ、おみくじですか。これでさ、後半何打つか決めましょうよ。いきますよ。ズーン。うまっ。古きを捨て新しきにつくがよい。
おアローズをもう切り捨てたと。いや違う、そこじゃないでしょ。新しい会社の番組をやると。いや今日の話をしてるのになんで急に大きくなったんですか。あまり一つのものにとらわれて役にも立たぬことと思ってダメです。元気を出して捨てるべきは捨て。ちゃんと書いたんじゃん今日のこと。いやそうですよ、だから僕今日です。ダメだ今日。そういうことだ、新しいものに行けんだ。そうです、ね、だからこの番組で売ったことない新しいものとかの方がいいかもしれないですね。はい、じゃあこれを縛ってね。あなんかバランス悪くなったけど、いいか、買ってあげようか。僕にっすか。これどれもいかない目立つじゃんスタッフさん。ああ、まあ確かに。これ何、あ、笑い袋だ。あ、いいっすね、それ僕、持っときましょうか。ほら、これ。あ、ありがとうございます、すいません。あれっすか、光ってるよ、ちゃんと。本当だ。で、これもうそれあれですよね、これだからドラ持ってて、はい、やばい時、空気悪い時、もうこれで、はい、笑い足せばいい。はい、わかりました。まあ、もうお笑い番組なんてもう大体笑い足してんだから、ね、僕らも足そう、そろそろ。そうですね、足しましょう。もう足してこう、はい、笑い袋で編集の手間が省けたね。そうですね、まるちゃんも喜びますこれ。お昼ご飯。お昼、九州では有名なお弁当の平井っていうところに、はい、来てるんですけど、初めてです、はい、美味しいですからね。美味しそうですよね。いただきます。よいしょ、いただきます。大江戸カツ丼と右そばですね、うん、これがなんかあれですよね、いやドラ息子おすすめの。そうです、うん、うん、煮込みカツ丼でだしとかもあるんでレンゲで食べても美味しいですね。あの濃すぎなくて。そうです、結構あっさり食えるんですよ。食べやすいカツ丼ですね。はい、第14回前半ですね。はい、ずっと待ってました、あの遅れは初めて見ました、やっぱりエースは持ってますね。いや、改めて動画であれを見たくてちょっと見たんですけど、はい、通常画面に戻ってましたね、一回押して、ね、通常画面がバッて引いてピシャッて、あれ良かった。クリさんとシーサさんを同時に見られるなんて嬉しすぎます。いやいや、そんな大したもんじゃない、ギャバンシャリバンみたいな言い方してますけど、そんな大したもんじゃないですよ、おじさん2人ですから。2人とか面白すぎ、シータンもクリさんも好き。シータンって呼ばれてんの。いや、まあ、この方は呼んでいただいたんですよ、シーサさんのこと。はい、おじさんですかね、皆さん言っていますけど、俺もシーサさんも、ね、でもそういう2人同時に見てこう嬉しいとかいいですね、なんか新鮮でコンビみたいな。そうです、ね、スコーティー・ピペンとマイケル・ジョーダンみたいなね。スコッティ・ピペンとマイケル・ジョーダンみたいなね。お前いい加減にしろよ。以前ツイッターでクリさんにリプした内容と同じなんですが、はい、ハートブレイクショットも楽しいんですが、ね、はい、やっぱ滝先生の口上の付き合いみたいな。あれはでもメガネをしてこう髪をビシッと質感にしないとね。まあ、そうなかなか逆に滝先生に失礼な気がしてできないんですよ、軽はずみにこう工場の月っていうのは。カイドニックシリーズの方でね、やらせてもらってるんですよ、メガネかけて。あ、気になる方はそちらをぜひ一回見ていただいて。調子の悪い時の栗の方が面白いな。え、今日まさに調子悪いですけど今の段階では。はい、やっぱ楽しくはないですよ、自分本人は。それを勝ちたいですから、勝ちたくてやってるわけですから。笑っとくか。そうですね、笑っときましょう。あともう一個あるんですよ、これちょっと編集出すんですけど、はい、ちょっとクリさんなり読めるかなと。ハングル、そうですね、ハングル、韓国の方ですか。はい、ビシッと突っ込んでいただいて。日本語でちゃんと返信ください、ハムニダ。ふざけてますよ。完全にふざけてるじゃん。ね、皆さんどしどし栗のつくませていただきますに、ご意見、ね、ご要望を、ね、あまり文句は受け付けないですけど、でもこんなことしてほしいとかあればね、できる限りのことはしていきますので、よろしくお願いいたします。じゃあちょっと戻りますか。戻りますか。お願いします、初詣明け。はい、じゃあさあ、というわけで初詣明けで一発目、
まあ、だから30ツッコミからスタートですわ。はい、でも、まあ、初詣せずにやっぱパチスロ打とうっていう考えが甘かった。でおみくじ通りの台選び、はい、お前はもう固執するなと、はい、今まで打ってたのを打ってたと書いてないけど今までのことを忘れてこう新しくしろと、はい、チャンス目、チャンス目ですね。俺正直詳しくないです。ちょっと打ってましたけど、はい、でもそういうことなんですよ。だから新しいものに挑戦しろと、はい、そうですね、おみくじに書いてあったので、はい、新しく行こうと。どんどん新宿ですわ、ほら新宿っすよ、ね、よくわかんないけど、まあ、いいよ。あ、しかも金背景じゃないですか、これ。え、金背景若干扱ってこれ金なの。確か金でしょ。黄色じゃないの、夕方じゃないの。え、なんかピンクと金だったけど、まあ、確かになんか行き方おかしかったもんね、変な帽子出て。あ、なんか行ってあるっす。おお、行ったじゃん。あ、お店前だこれ。高設定ほどね、オールキャストとか、はい、オールキャストわかんない、上の方に行きやすいっていうのは知ってます。ここで当てればね、早いっすよ。です。お、お、レア行くでよ。当たるじゃないですか。ダメなんだ多分今の。結構熱かったんですけど。あ、でも当たってたね。来ましたね。やった。早っ。ほら20ゲームぐらいですよね。そう、1000円、1000円です。1本、まあ、初詣、初詣、はい、初詣1000で当たったってのはこれでかいですね。これでかい、はい、マジでこれ嬉しいですね。いや嬉しいですね。明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。さあ行きましょう。大事ですよ。本当はここですよね。ここでレア役引けたら強いんだよね。はい、はい、まあ20だった。まあ20だった。あ、30だ。全部ナビ出ましたね。110枚。まあ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 、まあまあまあ、プラスですわ。プラスですわ、はい、この後かな、選ぶの。これもうお任せします。僕、いないんで特に初めて来ました。いないんで特にぶっちゃけで言っていいですか。じゃあ、はい、ぶっちゃけでお願いします。誰でもいいっす来てくれてればもう任せます。あ、全然もうありがとうございます。いただきますいただきますいや、そりゃそうでしょう。ぶどう、京ぶどうってさ、はい、なかなか来ないですよね、確か。お、お、これ暑いっすよ、揃ったら。いや、今初詣してますからね。まあまあ確かに、まあ、まあ、でしょうね。まあ、まあ、そんな、まあそんなもんすわ。カモン、なんなんや、こっちから願い下げちゃうボケ急に誰でもいいって言ったのはい、ただこれね、キャバポイントがね5000なんですよ。まあ5000じゃ弱いか。5000遠いっすね。うわ、どうする全部似た感じですね、3台。うん、まあ、一番当たってますよね、初当たりは。そうですね。こっち行く？なんか当たってるしね、そうですね、どっちでも。固執するなって言ってたから、おみくじで。あ、まあ確かに一台に固執しない。そうそうそう、お前のその考え方やめろって神が言ってたから。じゃあラブ城っていう考えもやめなきゃダメなんですけどね、本当はねまあまあまあ、でもちょっと物足りねえから俺行きますわ。キャバポイント減っちゃったよ。でもキャバポイント追ってたらダメっていうのは覚えてる。そうですね、結構8000とかですよね、追っていいとしたらね。はい、よし、来ました。よし、いける。当てましょう。マジで当てる。いや、マジでよかった。おめでとう。あー、よかった。あー、もう心臓痛めるけど行くわ。あー、やべえ、リプレイか。
痛めただけだこれ。あ、30だでもやっぱ心臓痛めて30。おお、いつもより多いです。まあまあ過去最高です。よし行こう。音出そう。嬉しいな。難しいですね。難しい。なんでこれ。これ厚めのカットインじゃないですか。フリーズ？あ、いやカットインですか。強いカットイン。こっちのってなったもん。ほら。やったよ。すげえ。バズーカでしょ。いやマジもう今帰りましょうって言おうと思ったとこでした。まさかの。俺寝そうだったもん。すごい。見れ初めてだ俺これ。まあ何やと思われ。そうです、最大の見せ場。1万分の1でした。1万900って言った俺。1万200 1万922分の1。うん、とんでもないの。ひたわりにはあんまり恩恵ないっぽいっす。オープニングアタック10と高確率スタート。いやこれは気持ちいい。なんで俺バズーカついてくると思ってましたわ。はい、お、いいですね。まあまあこんなもんちゃこんなもんだろうけど、まあな、まあしょうがないっすね。いやでもまあ、あ、うわ、こ1ゲーム。まあまあ、うわ、でもまあ抽選はされてますから。いやまあね、悔しいね。ちょっとただ合格率中なんでね、期待しましょう。いやそりゃ行くでしょうね。行きましょう。行くよ行くよ。どこ行く。あ、いい。あ、俺こっちの方がいいな服装。あれこれいいんじゃない。ピアパンダいるよ。ほらチャンスパンダでしょ。あれ違うの。違うか。全然わかんないです。俺もわかんないです。適当に言いました。何これ。なんかでかいっすよ。これチャンスアップでしょ絶対多分。ほら、おらーい、えい、ありがとうございます。いや、よかったっす、よかったっす、あのタイミングで、ね、いや、よかったっすね。はい、そしておーい、乗ってきた、乗ってきた。いいっすよ。お、でかいでかいでかい。だってこれ引いたもん。いや、プッシュが。いやー、上手っすね。いや乗ってきましたね。あ、続いた。これ素晴らしい。癖になりますね。こうなんつうんだろう。何言ってかよくわからないですけど。はいはい。いや全然400枚。はいはいはい。まあ、いいですいいです。あ、いいですね。行きましょう行きましょう。残り620枚ありますから。あれでも赤星ですよ。これまださっきのあのキョーベルの分が。ああ、そういうことですかね。いや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 、高確率中ですか。これは行ったでしょ。おー、行くでしょ。速攻落としだよ。速攻落としですよ。いやもう色男っすね完全に。あ、いい、みんな私服の方がいいわ。なるほど、なるほどね。まあ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 、それぐらい。いや、そんな簡単じゃ、それこっちも楽しくないわ。はいはい、君か。よしよし、何枚取り返せばいいんだい。43、2150枚。まあ約2000枚取り戻せばいいんじゃない。まあ終わっちゃったけど、今回です。まあ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 600枚ありますから大丈夫でしょう。なんか最初はこんなさあお金目当ての感じの女性に、はい、
ふざけんなって思ってたけどさ、はい、ちょっといい思いしたらさ、はい、なんかしてあげたくなるね。まあそうですね。うん、やばい、これ終わる、やっべ、すげえの引いたのに。おお、それは嘘でもいけよこんだけやったんだからさ、そこごめんじゃないだろう。おっ、おらら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 、嘘だろこれはないっすね。まあでも600枚使って1人落とせたんだったらいいんじゃないですか。いや、まあまあまあ、そういう考えもありますけど、ハート揃いってこんなもんか。おっ、ホワイトクリスマス、モードが状態も上がったんすかね。そういうのもあるのかもね。そうですね。これどうするかっすね。ん、どうします。いや、もうやめときだよね、多分ね。そうですね、まあ、あれ以上もないでしょ。ナイスあれで伸ばせなかったのも俺が悪いわ。お疲れ様でした。お疲れ様でしたね。まあ、おみくじの言う通り、普段と違うことしろというか、新しいものをやれと、はい、あまり打たない、ラブジョー打って、でお守り、買ったお守りもね、どこ行った、あるかね、これを、あ、やべやべやべまあまあまあ、台に置いて、したら1万分の1役、ハート揃い引いて、ラブジョーで、で7揃いから行ったけど、まあそれがうまく、1回でもね、セットで400枚乗っけたけど、そうです、もうちょっと生かしたかったけど、まああんなもんなんすかね。800枚、700枚ぐらいで最後流したのが669枚ということでございます。はい、ね、669枚。はい、まあ、順調にマイナスは増えてます、僕の。まあ、2万枚ぐらいでしょう、まだ多分そこ行き来してる感じでしょうね。そうですね、まあ1万5000から2万の間、まあ、今日1500枚マイナスは全然もう余裕です。まあまあ、もうお年玉ですよ、ホールさんに。ホールさんに、はい、とりあえずちょっと今日のおみくじのあれで1回ゴッドは1回置いときます、この2日間、正月は。はい、そうですね、うん、ね、何笑ってんの。いやいやいや、お前何用意してんだよ。いやいや、これちょっとまだ今日の MVP ですから、こいつ押して笑ってくれますよね。これビシの後に鳴らすんで、ちゃんとビシナと笑いが少ないってまあ確かに言ってますよね、はい、僕、はい、明日も持ってきてくださいね。あ、もちろんです、もちろんです。はい、はい、またじゃあお会いしましょう。新年一発目の、栗の突っ込ませていただきますでした。ありがとうございました。フィッシャー2017フィッシャー。それ腹立つな、それやっぱ